思った。はい、こんばんは。11月30日午後10時32分を回りました。4語頻語の夜、今日は第31回です。もう早いもので11月も今日で終わりですね。明日から師走、12月が始まります。あと1ヶ月で2010年も終わるんですが、今年は本当いろんなことがありました。まあ一番大きな問題とか話題としては、更替期がございましたね。まあ私も、バスタオルを届けるボランティア活動を通じて、まあ更替期の悲惨さ、大変さというのを、学びました。またこれからも更替期に関する、活動、ボランティア活動は、続けていきたいというふうに思っております。まあ、どんなことをやるのかというのはわかりませんけどね、関わっていければいいなというふうに思っているところです。まあそういったこともあってですね、市民メディアの活動というのを、ちょっともうちょっと本腰入れてやりたいなというふうに思っているんですね。というのは、今ちょっと継続して取材をしてます、基金訓練、正式名称が、緊急人材育成事業、就職支援基金による職業訓練という、国が行っている、職業訓練なんですが、まあ、そのお金の使い方が非常に問題があるということで、まあ、私の体験談を元にして記事を書きかけましたら、結構日本中から 情報が集まりまして、まあ、その情報を読みながら、まあ、ちょっと確証というか、本当にどうなってるのかということを、ちょっと確認しないといけないんですね。まあ、その作業も行わないといけませんし、ちょっとあちこち取材に行くための、まあ、資金的なものがね、非常に弱いんですね。まあ、これまでは、オーマイニュースとか、ジャンジャンとか、つかさネット新聞の方では、まあ、取材費といいますか、まあ、少しお金をもらって、まあ、それでなんとかやってましたけれど、まあ、PJ ニュースの方も今書いてるんですが、ほとんども、取材費らしいものは出ておりません。ほとんどもう自腹を切って取材しているんですが、なかなかね、厳しい状況ですね。ということで、来月からちょっと支援をお願いしたいなということで、私の、ブログ、ホームページの方に、まあ、資金面の支援をよろしくお願いしますという内容の文章を書きました。まあ、なぜかというと、今日もちょっと、取材をしてくれという資料が届きまして、いわゆるプレスリリースなんですが、今度の12月5日の日曜日に、クジラ研究会という団体があるんですが、そこのクジラ研究会が、子供向けの、ちょっとした、イベントを行うということで、取材に来てくれというふうに言われています。クジラですね、宮崎県はですね、結構漂着が多いんですね。仲間からはぐれて、日向灘、日南海岸、そういったところに、打ち上がるというクジラが結構多くて、私が高校、中学生の頃かな、青島に百何十頭のイルカが打ち上がったこともあります。そんで、なんでそのイルカやクジラが、海岸に打ち上がるんだろうと。なぜ日向灘からはぐれて、宮崎県の海岸に多くクジラが上がるんだろうということで、これもクジラ研究者の中では、謎になってるんですね。そんで、いろんな方が、そのメカニズムを解明するような、研究を行っておりまして、そういった、まあ、クジラ研究が結構盛んなんですね。そういったことを、まあ、子供にも伝えていこうということで、宮崎県の門川町で今回行うんですね。今回と前回も夏にあったんですね。
なんだあれは、カズハゴンドウでしたかね。カズハゴンドウクジラの、ザトウクジラだ。すいません。ザトウクジラの骨を、掘り上げて、で、骨格を作ったという活動を行ったんですね。角側にちょっと大きなザトウクジラ、8メートル級のクジラが上がったんで、そういうこともあって、今回、このクジラ研究会の方が、門川町で子供対象にしたイベントを行いますと。まあ、こういったね、取材をお願いしますという情報が、ポンポンポーンと入ってくるんですが、だけど、それ取材に行くためのガソリン代とか、取材費がなかなか出ないもんですから、まあ、そういったものをちょっと支援でお願いしたいなと思っております。また、皆さんから、こういったことをね、取材してほしいとか、こういった問題があります、どうにかなりませんかという情報もございましたら、取材に行きたいなと思っております。まあ、スタンス的には、大手マスコミが伝えないこと、伝えようとしても伝わってこないこと、もうちゃんとしたことを伝えていこうということで動いてますので、しょうもないことでも、取り上げていきたいと思います。ただね、ガセネタ的なものも結構 結構来ますので、すいません。あとはガセネタ的なものに関しましては、ちょっとこちら側であらかじめ、調べてからお返事をするということで、まあ、ちゃんと裏付けできる情報をお願いしたいなと思っております。はい、ということで、本当、ご支援のほど、よろしくお願いします。はい、それでは今日の4時半の夜、この件で終わりにします。また明日、おやすみなさい。